札幌開拓シビール仕立ては、札幌ビールとファミリーマートが共同開発し、2021年に数量限定で発売された缶ビールである。パッケージの後期により一度は発売中止を決定したが、多くの消費者から寄せられた要望により中止を撤回して販売され、食品ロスが回避された事例となった。350ml 缶と 500ml 缶の2種類が販売された。 デザインは赤レンガをイメージした円磁色を基調とし、表面、裏面にクリーム色の円形のラベルが描かれている。ラベルを左右に開拓シビール仕立てのロゴが書かれたリボンが横切り、その上半分に金色の印、下半分に民営化後の札幌ビール製爆書のイラストが描かれた。開拓シビール仕立てのリボンの株左右にリガー。 ビアーと書かれた小さなリボンが添えられたが、ラガービールの正しいスペルは、ラガーであった。2021年1月5日の札幌のプレスリリースで、同年1月12日より、ファミマ約16,300点で、数量限定発売する胸が発表されたが、パッケージの動機を受け、商品のパッケージも、お客様に提供する品質の一つであるとして1月8日に、 発売中止が発表された。中身の品質には問題がなく、札幌ではできるだけ廃棄が出ないよう検討したが、発売中止決定時点ではすでに缶に詰められた状態であった。食品ロス問題を扱うジャーナリストのイデルミがフェイスブックで取り上げたところ、スポーツ用品メーカーモルテンの広報室長から、いいじゃなくても、ええー、じゃないか。キャンペーンのアイデアが寄せられた。 ツイッターでも、いいじゃなくても、ええじゃないかの、ハッシュタグをつけたツイートが、相次いで投稿され、お客様相談室には、多くの消費者からこのビールの販売を求める声が、寄せられた。参議院議員の竹谷敏子は、食品表示法を所管する消費者庁及び、酒税の保全及び種類業組合等に関する、法律の所管官庁である。 国税庁にそれぞれ確認したところ、いずれの法律にも抵触しないとの回答が得られた。札幌も関連法規を確認し、諸葛官庁とも相談の上で販売することに問題ないと判断。発売中止のリリースから成人の日の連休を挟んだ5日後の1月13日に、札幌ファミマの両社より発売中止を撤回し、2月2日に発売を開始することが発表された。 この件については、食品ロス削減に取り組む消費者庁も関心を寄せており、1月21日に札幌社長の高島秀也が消費者庁を訪ね、井上新次消費者担当大臣に直接面会して、経緯を報告した。本件について、市場調査会社の日本トレンドリサーチが1月17日から18日に、 かけて2200人を対象にアンケート調査を行ったところ、食品、飲料のパッケージの商品名に語記があった場合に製造元が廃棄することについて86.0%がもったいないと回答。自分が買うつもりだった食品、飲料のパッケージに商品名の語記があった場合、36.1%が購入する54.8%が 値引きなど条件によっては購入すると回答し、購入しないは9.1%にとどまった。爆芽とホップのみを原料とした爆芽100%製ビールである。札幌の公式サイトによると、開拓紙ビール醸造所で行われていた三回社仏製法で濃厚な爆汁を作ることにより、しっかりとした飲みごたえと深く豊かな味わいに仕上げたとしている。 アルコール度数は6%で、エビスビールやクロラベルの5%に比べ高めであり、札幌冬物語とは、同度数である。ありがとうございます。